ここからはですね、ブルーエンカウント、ボーカルギターの田辺さん、そしてベースの辻村さんをお迎えしてのインタビューをお届けしていきたいと思います。今回ね、被災しました熊本出身のブルーエンカウントなんですが、実はこのインタビューなんですが、ちょうど震災が起こる前日4月13日、に収録したものとなります。それではお聞きください。J-Wave Planet。 さあこの時間はスタジオにゲストが登場してくれます。このお二人です。自己紹介お願いします。どうも、ブルーエンカウントのボーカルギター田辺俊一と、ベースの辻村優太です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご無沙汰でございます、ね、ご無沙汰でございます。ありがとうございます。辻村さんとはもうちょっとのご無沙汰でございます、ね、そうですね、もうちょいですね。辻村さんはもうあれですか、どんぐらいだろう、2月、うん、ぶりだと思います。そっか、それぐらいですね。カミングネクスト以来ね。そっか、 NHK ホール、はい、よろしくお願いします。僕はそうです、先月出させていただきました、ね、もう毎月会ってるんですか。そうです、そうです。4月会って3月会って4月、もう本当に5月も上げといてください、ね、ぜひぜひお願いします。これからもよろしくお願いします。ツアーいっぱいだな、5月。そうです、そうです。来れないんじゃないかと。いやいやいや、もうめちゃくちゃ入ってますけども、常に来させていただきます。間縫っていきます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。よくよく考えたら来たの2月ですって。2月、そうか、3月あったら、ね、まあでもまあ3月、まあまあまあ、その分2月あったら、まあ、じゃあいいんじゃないですかね。5月2回会いましょう、229、あ、売るね、そのね、そう、去年だったら3月、そうです、そうです。だから全然大丈夫です。ありがとうございます。お気遣いありがとうございます。もはや無理やりだな、これ。ちょうどあの時はね、はい、ツアーが始まる直前だったんです。そうです、はいはいはい、意気込み等をね、ああ、なるほど、もうね、何が一番その時盛り上がったのか、ツアータイトルですよ。そうです、ほとんどね、ゲストコーナー半分ぐらいツアータイトルで盛り上がった。そうでした。もう一度言っていただいていいですかね。じゃあそれでは失礼いたします、はい、チケットとっとってって言っとったのになんでととらんかったとって言っとっとツアーでございます。何とらんか分からないですね、これ。熊本人だったらね、絶対言える、ね、慣れたもんですね、もう田辺さん。弁でございますから、はい、チケットを取っといてって言ったのに、はいはい、となんで取ってなかったんですかって言っておりますと。いや、そんな丁寧じゃない。いやいや、それぐらいの、ね、まあ、そういうニュアンスのね、だから早くチケット取って遊びに来てねという、そういうことですね。32カ所の台湾ツアー待ったらな、はい、ということなんですけど、はい、どうですか、始まって。そうですね、でもやっぱ今回のツアー通して自分らのライブとかもすごい成長できたり、うん、まあ失敗するライブももちろんあったんですけど、うん、あったの失敗な。いや、もう全然、ね、だから逆にそういうツアーをしていこうっていう、うん、そのやっぱ32箇所って結構たくさんあるんで、はいはい、いいことも失敗することも全部なんていうんですか、自分らの経験として、うん、でやっぱここでブレンカウントとしてのバンドをもう一ついい意味で上げたいっていう意味を込めてまたツアー回ってますね、うん、4人で。今回だからすごい、あのインディーズの頃に戻った感じがしてて、なんかもう怖がらずに失敗しようみたいな感じなんですよ、ね、お客さんが気づいてない失敗ってこと。あ、もちろんそれはあのそこはやっぱバンドの水準が上がってきたので、はい、アベレージこそ上がってるんですけど、うん、やっぱり自分たちの中でそのアベレージをいかにさらに上げれるかっていうところの勝負にはなってるんで、そんな大失敗はもちろんしてないですけど、まあでもあのセットリストとかって大体その自分らの中で鉄板なセットリストってあるじゃないですか、うん、 ね、それを全部壊してもう1曲目からもう、例えば最後にやってた曲を1曲組にやるとか、そういうなんか勇気を出したこういうセットリストの組み方だったり。なるほど。でもそこを得てなんかやっぱ自分らで思うことってすごいあるんで、はい、そしたらなんかいろんなセットリストまたいろいろできたりするので、なんかそういう意味でもやっぱ経験になってるなっていうのは今のところ思いますね。ただなんかあのツイートを見るとツアー中でも歌詞が書けてるらしくて、うん、そうなんですよ。これ今までにないことですか、それとも今までないですね。ツアー中に基本的に僕、うん、曲も歌詞も書かないんですよ。もうツアーの時はツアーに集中する。でもそのまあアイデアだったりは自分でこう、うん、なんか思い浮かんでは、はい、そのまあ、蓄積していくと、うん、で大体ツアー終わったりとかで自分の中で制作期間設けて、はい、その時に集中して書くんですけど、はい、今回がもう驚くのがもうこの、まあ、まだちょっとしかやってないんですけどツアーは、はい、もう一箇所一箇所のなんかみんなとのやり取りがすごく、うん、まあ、鮮明と言いますか、お客さんとの、はい、もう今回小箱と言いますか割とちっちゃい、うんうんうん、あのキャパシティのライブハウスでやらせてもらってまして、はい、でもお客さんとすごい密接な、さらに密接な関係になるんですよね。でそうなった時にみんなの顔とか悩んでることとかもなんか言わずとして分かるものが結構受け止められてて、でそしたらこの人たちをもっともっと感動させたいなとか、もっともっと熱くさせる曲書かなきゃってなんか逆にテンションが上がってきて、それこそもう大阪とかライブ終わりで2日間ぐらいたまたま大阪で空きがあったので、はいはい、もう2日丸2日ホテルにこもって何も観光せずにずっと歌詞ばっかり書いてましたね。本当、
串揚げも何も食べず何も食べなかったですよ。本当気づいたらもうあのコンビニのサラダしか食べてない状態それだけ菓子それだけもうのめり込んでかなり臭い菓子になってるんじゃないですか。いやもしかしたらそうかもしれないですね。愛してるぜお前楽的な感じ。いやもうそれぐらい濃厚な、なんか今までのブレインカウントで割と、うん、そのもちろん応援ソングいっぱい書いてきたんですけど、はい、割とこう、うん、テイストあっさりな感じのが多かったんですよ、うんうん、でも今回ちょっと書いてる曲たちってめちゃくちゃこうなんかドロドロしてたりとか、うんうん、肉薄してるものがあったりで、でもなんかそれでいて押し付けがましくないなっていうのが自分でちょっと書いてて、新しい自分がちょっと生まれてきたっていうのがあったので、うん、結構もう曲作りに関して自信が、うん、そうですね、自信ができそうな今後、うん、あります、いいですね、はい、それリリースも楽しみですけどね、はい、で、今週はですねゲストの方々に心躍る出会いというテーマで話を伺ってるんですけども、ブルエンにとっての心躍る出会いというのは一曲聴いた後に聞いていこうと思いますね、はい、ご紹介いただけますか。はい、それでは聞いてください。ブレインカウントで先月発売になりましたニューシングルでございます、サバイバー。このゲストです、サバイバーでした。はい、今日はですねブルエンから田辺さん、そして辻村さんのお二人に来ていただいております、はい、よろしくお願いします。お願いします。まあ、心躍る出会いというねテーマ、うん、今週皆さんに聞いて、いるんですけども、はい、今の話を聞くと、曲の前の話を聞くと、はい、やっぱりこのブルエンとお客さんとの新たな出会いっていうのが今回のツアー結構ある。そうですね、やっぱりバンドにとってのすごくキーポイントですね、うん、やっぱり今までブルエンカウントってワンマンツアーをメインにさせていただいてて、はい、ワンマンツアーやって、夏フェス出てワンマンツアーやって冬フェス出てみたいな感じの周期でやらさせていただいてたんですよ、うん、はい、でやっぱりそのありがたい話でお客さんが少しずつ増えてきて、やっぱワンマンの規模もね大きくなって、行けば行くほど逆に距離感っていうのが生まれてきてしまう。そこが大きくなるからね、そうなんです、どうしても一列前の距離がね、まあ、しょうがないもんですけどね、やっぱりそこは否めないんですけども、今回やっぱり原点回帰ということで、うん、あのキャパシティをこう小さいところで僕らがこう感謝の気持ちをね伝えていくというツアーをやらさせていただいてるんですけど、うん、今回あのツアーのまあ真ん中ぐらいの MC とかで、はい、もうあの僕らに質問することないかと逆に聞いてるんですよ。なるほど、質問コーナーがある、はい、質問コーナーやってるんですよ、ね、やっぱねあのみんなシャイなので、あの割と手を挙げる人少ないんですけど、うん、最初は、はい、うん、でもこう一個一個答えていくとみんな結構上がってくるもんで、あ、じゃああるじゃああるみたいな。そうですそうです、はいはい、そしたら結構つぶさんにその時の悩みとか言ってくれたりするんですよ、みんなが。いたね、この前もなんか質問ないのって言ったら、やりたいことが見つかりません、どうしたらいいですかっていういきなりもう広いね、はい、めちゃくちゃ芯を食ったこう質問されまして、それについて答えるという MC というか、なんて答えたの。いやもうあのとにかくお前何が好きなんだということで、映画とブルエンが好きですって言われた瞬間にパッと思いつきまして、じゃあブルエンで映画を撮ろう、はい OK ということで、やったやらせていただきました。未来のねこれドキュメンタリー映画の監督見つけちゃったもん。そうです、もう未来のハリウッドの巨匠がもうその時点で生まれたと思います。じゃあ彼は映画監督の方になるわけですね。そうです、だからもう今後は僕らもねドキュメンタリー撮ってもらうにふさわしいバンドにねならないといけないという。そうハリウッドデビューするとなら、ね、そうですね、やはり、ね、あのお話が来たら断らないということで、あのそれは断らないだろうね。そうですね、まあ、急激に、うん、まあ、その英語の勉強は必要になってきますけども4人とも。あとあれいたよね、はい、あの部活をやってて、はい、高校生なんですけど、はい、で年下とうまく仲良くなれないみたいな、あ下級生と ね、 そうですね、だからなんかもう本当あの十人十色の、うん、その物語というか、まあ、悩みとか不安抱えてて、でもそれでもやっぱライブハウスって一個の場所でブルエンカウントの音楽という一個のまあ本当もので、うん、みんながつながってるんだなっていうのはすごく面白かったんで、うん、でやっぱその現状っていうのを改めてこう見ることによってテンションが上がって曲が書けたっていうのはあるので、改めてやっぱお客さんとさらに出会えてるなと思うんですよ、はい、対バンだからこそ、うん、対バンのファンもいるし、そうですそうですそうです、そうです、なんか今までなかったワンマンでは感じられなかった新鮮な戦いとかもできますし、うん、そういう意味ではね辻村さんもなんかやっぱその対バンとね、対バンは、まあ、昔から知ってたりする人たち今回出てもらったりもしてたんですけど、なんか今回この何か所とか一緒にやって、それを終わってから飲んで、うん、そこでやっぱそのまあプチ打ち上げみたいなのあるんですよね。なんですけど、なんかこうやって対バンだとゆっくりやっぱ話せる時間がすごいあって、だからそうなるとだんだん酔っ払ってくるといい意味で毒づけ始めるんですよね、はいはいはい、お前あそこよくねえよとか、お前昔からそこ変わってないよみたいな、
でやっぱ自分がぶっこんだらあっちもぶっこんでくるんですよ、うん、今日の言うのは辻村さんの方から言うんだ、はい、そうです割とね、いやでもなんかそういうところってやっぱ破壊っていうか壊してった方がやっぱ面白いんですよね、懐に、ね、そうなんですよ、突っ込んでいけるからね、で突っ込んでったらあっちが引くわけではなく、いやお前もさみたいな感じになってくるんですよ、で朝まで話してその後も今日最高だったらみたいな感じで、やっぱなんていうんですかね、昔仲良かったのにやっぱ今こういう状況になって一緒にライブしてお客さんとかも共有して、でやっぱ話し合うことによって余計もっと仲良くなれるとか、そのタイマンツアーが、はい、6月22日までありまして、 でその後にまたワンマンツアー、ワンマンツアーの次、うん、忙しい、いやーもうありがたいですけども、ね、6月30日東京が新木場スタジオコースと、はい、ありまして、うん、もうすでに10月9日もう丸つけといてください、はい、日曜日ですよ、行きやすい日曜日、日本武道館、いやもう特別なライブになるわけでしょ、やっぱ武道館ってね、あの玉ねぎの下はね、そうです、もうやっぱり12年来の夢だったので、高校生の時から全くの初めて、イベントも含めて全くの初めてです、もう一回もその見に行ったことはもちろんありますけども、はい、うん、ステージに立つってことはやっぱりバンドマンにとっては夢の武道館、はい、それが10月9日そこに向けてワンマンツアーもあって、その前に対バンツアーがあるんで、そうですね、全部ですね、追っかけていただきたいと思います、公式ホームページでチケット予約先行予約ですね、そうですね、受付中になっております、はい、ということで、じゃあまた来月、そうですね、もう後で日取りの方は押さえさせていただくということで、わかりました、ありがとうございます、あのリリースそれまでにしといてもらってもいいですか、はい、どうですか、コンスタントに毎月リリースという形でもう行かさせていただきます、余計忙しいですね、配信限定が結構でございます、大丈夫です、頑張ります、毎月リリース、はい、レコード会社の方よろしくお願いします、よろしくお願いしますOK 出ましたんで、はい、ありがとうございます、本当曲も作ってるからね、はい、頑張ります頑張ります、そうでございます、はい、いつもノリノリブルーエンカウントからボーカルギターの田辺さんそしてベース辻村さんにお越しいただきました、ありがとうございました、ありがとうございました、さしてナビゲートでお送りしております、はい、ということで、ブルーエンカウント、先週4月13日に行いましたインタビューをお送りしました、現在ブルーエンカウント、まあ、この震災があったんですけれども九州、そのままライブを続行するという判断しまして、そして、会場内でも寄付を受けたり、受け付けたりとかしているそういうような活動で、その少しでも、ご震災に遭った方、被災した方にですね、役に立とう、そして音楽で元気にしようという気持ちで、ツアーを続けております、今日は長崎でライブなんだそうです、この先も頑張ってまた、お越しいただきたいと思います、ありがとうございました。